プーチンは自分が高く評価していた地域からの裏切りを経験し、この出来事に驚いた。ロシア軍の占領下にあったドネツク州を監督するために自ら任命した知事が反乱を起こしたのだ。このドネツク州知事の裏切り行為はクレムリンに衝撃を与えた。しかし目下の問題はこれだけではなかった。知事が旧ワグネル軍に同地域でのプレゼンスを確立することを認めたことが状況を一変させたのだ。地元住民がドネツク州知事を支持したことでプーチンの計画は完全に阻止された。プーチンはワグネルの前指導者エフゲニー・プリゴジンを排除することで全ての問題を解決したと考えていたが、今や展開される出来事によって窮地に追い込まれていることに気づいた。ドネツクの放棄は戦争の流れを取り返しのつかないほど変えてしまった。プーチンのウクライナ侵攻宣言とそれに続くロシア軍の大部分によるルハンスクとドネツクへの攻勢を受け、現在ロシアの占領下にあるドネツク自治共和国の併合は国連に承認されなかった。これを受けプーチンは相当数のロシア政府高官を同地域に派遣し、ドネツクのロシア領土への直接編入を目指して住民投票を実施する予定だった。しかしロシアの国内政治の危機はドネツクにも急速に波及し、任命された知事の多くが解任され、プーチンの国内における権威主義的なアプローチを反映する結果となった。その結果ドネツクはかなり不安定な時期に入り、地元住民のプーチンに対する忍耐は弱まっていった。その一方でプーチンはここ最近で最も激しい戦線であるバフムトに注力し、ドネツクは世界的に大きな影響を受けることになった。しかしこうした動きの背後にいたのは地元住民ではなく、プーチンが個人的に選んだ最後の知事だった。最終的にドネツク州知事に任命されたユーリ・スミルノフはプーチン政権の衝動的な政治手法とそれに伴う複雑な事態に次第に不安を募らせていった。特にドネツクに赴任して以来、ウクライナ政府について幅広く調査した結果、スミルノフはウクライナ内の自治州が比較的繁栄していることに注目した。ドネツクはウクライナの姿勢下に置かれ繁栄するだろうという信念のもと、スミルノフはこの地域におけるロシアの支配を解体するための一歩を踏み出した。スミルノフはプーチンに任命された前任者たちに比べて明らかに効果的な行政を行い、ドネツクの人々の間で大きな影響力を獲得した。当初はプーチンの併合決定を支持していた市民の中にも、速やかにウクライナの統治下に戻そうとするスミルノフ知事の動きに加わる者がいたほどだ。しかし、スミルノフはドネツクの放棄が決定的な結果をもたらすよう、強大な軍事力を確立するための重要な措置を講じた。エフゲニ・プレゴシアンが率いるワグネルグループによるクーデターの試みは、昨年6月に失敗に終わった。さらに、ユーリ・スミルノフ州知事は、ベラルーシやアフリカ諸国に避難している旧ワグネル軍に働きかけ、この地域でロシア軍に対抗できる軍隊を作ろうとした。そんな折、プーチンの命令でワグネルの元指導者エフゲニ・プレゴシアンを乗せた専用機がモスクワ近郊で墜落した。プリゴジンと相当数のワグネル幹部の命を奪ったこの事件をきっかけに、プーチンへの怒りに燃える旧ワグネル軍はドネツク州知事の呼びかけに従った。その結果、多くの親プーチン派ロシア高官が様々な理由をつけてドネツクから排除された。こうした動きはプーチンの支配力を大きく揺るがし、ドネツクにおけるワグネル部隊の活動範囲を大きく広げた。クレムリンは知らなかったが、長い間占領下にあったドネツクは問題がないとは言い難いことが証明された。地元住民によって組織された反プーチン反戦抗議デモは瞬く間に街頭に飛び出し、ドネツク全土に広がった。地元住民の蜂起にドネツクのロシア法執行機関は不意をつかれ、クレムリン内はパニック状態に陥った。プーチンは早速ロシア情報機関にドネツク州知事の情報収集を指示した。ロシア情報機関のトップであるセルゲイ・ナリシキンはドネツク州知事のユーリ・スミルノフが長期にわたってアメリカ政府高官と接触し、最近アメリカ総領事を訪問したことを明らかにした。ドネツク自治共和国がウクライナの統治下に復活する可能性はプーチンの戦争努力を直接的に損なう恐れがあった。限られた選択肢の中でプーチンは悪夢のようなシナリオに直面した。この新たに強化されたワグナーの体制はドネツクにおけるプーチンの逆鱗に触れることになった。
この地域は現在ロシア軍のプレゼンスが低下し、安全保障上の脆弱性が顕著になっている。ユーリ・スミルノフは数ヶ月にわたる綿密な計画の後、ドネツクで記念碑的なクーデターを組織し、地元住民を事実上無力化し、ワグナー軍と共に複数の作戦を指揮した。このクーデターは広範囲に及び世界的な注目を集めた。ウラジーミル・プーチンはこの好ましくない流れを覆そうと、バレリー・ゲラシモフ・ロシア参謀総長を含む緊急会議を招集した。クレムリンに近い情報筋によると、プーチンは会議の間中目に見えて激高し、ロシア軍のかなりの部分を直ちにドネツクに派遣するようガラジモフに指示したという。親プーチン派の官僚が少ないドネツクではロシアの法執行機関は無力であることが分かった。さらにプーチン政権を支持する人々は、地元住民が多数の行政センターに放火し始めたことを嘆き、軍事介入の緊急の必要性を強調した。数時間のうちに数千人のロシア軍がドネツクに到着し、この地域でのワグネル軍の活動を鎮圧するために動員された。長引く衝突の末、相当数のワグネル兵がロシア軍に降伏せざるを得なくなった。占領したロシア軍はドネツクの支配権を取り戻し、ユーリ・スミルノフ州知事を逮捕してロシアに引き渡した。その後ロシア軍は武力介入により地元住民の抗議行動を鎮圧し、スミルノフを支持していた官僚を拘束した。失踪したユーリ・スミルノフの消息はプーチンの権力維持の危うさに拍車をかけた。諜報機関の報告によると、旧ワグネル軍はチェチェン、ダゲスタン、クリミアといったロシア連邦内の自治共和国でも同様の組織を組織していた。彼らは近い将来大規模なクーデターを起こす構えだった。開戦当初占領されていたルハンスクでの不意立ち的な蜂起に加え、プーチンの命令で派遣された相当数の市民が長期間抑圧的な政策の下で生活してきたと感じていた。ルハンスクの人々の反プーチン感情はドネツクの発展がもたらした好機を捉え、瞬く間に地域全体に響き渡った。戦争アナリストたちはロシアの法執行機関と地元住民との衝突により、この地域での権威が崩壊したプーチンに対して批判的な評価を下した。これらのアナリストによれば、ドネツクやルハンスクと同様の反乱が最近ロシア軍に占領された全ての地域で勃発するのは時間の問題だった。さらに戦争とプーチン政権はロシアと同盟を結んでいる自治共和国から予想される動きとともに終結すると予想されていた。プーチンの右腕、チェチェンの独裁者カディロフも死んだ。ロシア南部チェチェン共和国のラムザン・カディロフ首長の健康状態をめぐっては様々な憶測が飛び交っており、重病説や死亡説も報じられている。ロシアのウラジーミル・プーチンに絶対的な忠誠を誓うカディロフは、2007年からイスラム教徒が多数派を占めるチェチェン共和国の首長を務めている。圧政で知られ、複数の国際団体から人権侵害や弾圧を行っていると非難されている。カディロフの配下にあるチェチェンの特殊部隊はウクライナでの戦争でロシアのために戦い、重要な役割を果たしている。だがカディロフ本人はプーチンの名前こそ出さないものの、ウクライナ侵攻を頻繁に批判してきた。こうした中、ウクライナ国防省情報総局のアンドレイ・ユソフ報道官が先週、ベラルーシのニュースサイトネクスタに対して、カディロフがしばらく前から全身性の健康問題を抱え体調不良だと述べたことをきっかけに、その健康状態について様々な噂がささやかれるようになった。ウクライナのニュースサイトオボズレバテルは、カディロフが昏睡状態に陥って治療のためロシアの首都モスクワに搬送されたと報道。9月18日にはカディロフが腎臓移植を受けて重体だと報じた。主治医に毒を盛られた説も。9月上旬にはロシアの治安情報に詳しいテレグラムチャンネル VCHK オーゲーペーウーがロシア治安当局の内部情報として、カディロフは主治医に毒を盛られたと考えていると主張した。同チャンネルによれば、健康状態が突然悪化したことについて、カディロフは主治医のエルハン・スレイマノフが自分に毒を盛ったと糾弾。複数の情報筋の話として、スレイマノフはその後生き埋めにされた可能性もあると伝えたが、証拠は何もない。ウクライナ内務省のアントン・ゲラシチェンコ顧問は9月17日 X
旧ツイッターへの投稿の中で、カディロフがすでに死亡しているというものもいれば、彼が重篤な腎不全か毒を盛られたことにより昏睡状態に陥っていると考える者もいると述べた。この他にもカディロフが死亡したとする未確認の報道が複数ある。チェチェンの人権活動家アブバカル・ヤングルバエフは17日自身のテレグラムチャンネルにカディロフが死亡したと投稿したものの、それ以上の情報は提示しなかった。22万4千人超の登録者を持つあるロシア語のテレグラムチャンネルは17日カディロフが週末に死亡したと投稿。ウクライナの報道機関も同日カディロフが16日夜に死亡したと報じたが、それを裏付ける証拠は示さなかった。週末には本人の自撮り動画が。こうした中、週末にはカディロフのテレグラムチャンネルにカディロフ本人による自撮り動画を含む複数の動画が投稿された。撮影された場所も時期も不明な。これらの動画の一つには、真実とインターネット上の嘘の区別がつかないものは散歩に出て新鮮な空気を吸うよう強く勧めるという言葉が添えられている。動画の中のカディロフもレインコートで散歩中だ。おかげでカディロフの動静への関心はますます高まっている。ロシア政府によるメディアへの締め付け強化を受けて閉鎖されたラジオ局エホモスクワ、モスクワの小玉で編集長を務めていたアレクセイ・ベンディクトフは自身のテレグラムチャンネルに、カディロフは重篤な腎不全を患っており頻繁に透析が必要だと投稿。透析はモスクワにある病院で行われていると述べた。ゲラシチェンコは X に、ロシアの複数のテレグラムチャンネルから得た情報として、チェチェンのナンバープレートをつけた車がカディロフが検査治療を受けているとされているモスクワの大統領府中央病院に入っていったと書き込んだ。みなでスクープ合戦。独立系のロシア語報道番組カレントタイムは、カディロフとつながりがあるとされているビジネス用ジェット機が17日午後7時50分にモスクワを出発し、カスピ海上空を通過してチェチェン共和国の首都グロズヌイ方面に飛んだと報道。飛行中、この航空機の自動応答装置は切られていたということだ。また同番組によれば、この航空機は今月に入ってからこれまでに3回モスクワに向かったことが分かっている。18日、ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領府報道官は、カディロフの健康状態はプーチンとは関係のない問題だと述べた。ロシア国営タス通信によれば、ペスコフはこの問題について、我々は何の情報も持っていない。